の神田ひらみつです。よろしくお願いします。はい、今から11月26日選曲さんの武者修行ツアー1公演目ということで、ライオンシアターさんでのネタ付き読ませていただきます。イエーイ。はい、こんにちは、アニです。今から11月26日ライオンシアターさんでのネットチェキ読みたいと思います。まず、ちあきんありがとう、まずとか言ってみながら、今回ちあきだけです、イエーイ。リクエストもらってたので、武者修行っぽい感じのチェキを取りました。武者修行って言えば自分の中では滝行しか出てこなくて、滝行やってるんだけど全然ライブ関係ないなとか思いつつ、でもライブ関係なくってもほら精神と時の戦いじゃん、ほら武者修行ってさ、そういう共通点があると思って滝にしました。私は絶対無理だけど私メンタルこう見えてちょっと弱めプラス結構気が弱いんですよ、あのこんな衣装着てるけどだから滝行なんか行った瞬間にメンタルが折れてしまうと思うんですけど、ライブは大好きなのでライブで武者修行していきたいと思います。だからその様子をこれからも千秋には見てもらいたいです。ありがとう、頑張るね、ありがとう。はい、愛の次買ってくれた千秋ありがとう。ネクスト。はい、ということで11月の26日の、選曲さん武者修行ツアーの一部のリンナツエキ買ってくださった方のお名前を読ませていただきます。ナルピー、ありがとうございます。4がね、面白いよちょっと今までと思考を変えてみて、あの4を埋め尽くすっていうやつね、あのデジ的ではね TA さんのやつ T と A 埋め尽くすのやったんで、そっちも楽しみにしててください、ありがとう。はい、そして、やいちゃん、ありがとうございます。名古屋城のポーズ、私流名古屋城行ったことないんだけどね、また行けたらいいなと思います、ありがとう。はい、ということでリーナチキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、ナリスです。今から、11月26日の、選曲武者修行ツアー名古屋ということで、一部の熱席買ってくださった方のお名前を呼びます。まずはエルドちゃん、ありがとう。ちょっとね、もう現物送ってしまってないんですけど、リクエストもなかったと思って、多分どんなチェキ撮ってたっけなどんなチェキ撮ってたやろ、でもちゃんとエルドちゃんのことは思って書いたので、届くの楽しみにしていてほしいなって思います。はい、ちょっとね、あの先に送ってしまって動画 を、ね、撮るのはちょっとね、あの後になってしまったんですけど、ちょっとごめんねっていうのも、あの動画がちょっと全部消えてしまったので動画全部消えてしまったので、ちょっとあのね、だから撮り直しています。はい、ごめんね、本当になんかすっぴんとかで申し訳ないんですけど、はい、いつも買ってくれてありがとうね、また遊びに来てね。はい、ではお次がひょちゃん、ありがとう。アニマルシリーズ、ロバかなロバということでね、ちょっとなんかヒヒーンみたいな感じで多分書いてたと思うね、ちょっと回しすぎてあんまり覚えてないんだけどはい、ちゃんとねアニマルシリーズも続行して、あちゃんと書いたと思うので、楽しみに待っててくれると嬉しいです。早くひょうちゃんに会いたいです。いつも買ってくれてありがとう。また僕のこといっぱい見てね、最近あれだね、ツイッターに移動するのが少ないけど、ちゃんと僕のことを考えてくれてるのかなってたまに不安になりますだからまたね、いっぱい大ちゃんのことを持って帰ってくれたら嬉しいです。いつもありがとう。はい、ということで、名古屋一部のライオンシアターさんのネタチェキ買ってくださってありがとうございました。ということでネクスト。はい、朝日です。11月の26日ですね、土曜日、伏見ライオンシアターさん一部のチケを買ってくださった皆さんありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。読んでいきます。はい、まずはじめるちゃん、ありがとう。体育座りしました。体育座りチェキも送ったことあるっけ、ちょっと分かんなくなっちゃって送りました。あのるちゃんがね、いつもね四字熟語をね、あの書いてくれるので、朝日も四字熟語なんかいいのないかなと思って調べたら、なんか響き的にこれがいいなと思って書きましたいいお勉強になりそうです。ちょっと毎回一回一回書いていこうかなって思うんで、空いてる隙間に今日も買って帰ってありがとう。なんかライブ中のルチャの存在がすごく私の精神安定剤なので
これからもライブ来てくれるときはね、私のね見えるとこにいてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、そしてお次、ちよたん、ありがとう。チェキ買ってくれて、久々のネットチェキですね。いただきます。チェキいっぱい使ってくれて嬉しいなって思ったときに、まさかのお守りチェキを買ってくれたんで、これもあれかな、かのんちゃんとかにも頼んでるかな。また並べとお写真撮ってもらえたら嬉しいです。なんかラビッツでは朝日推しって言ってくれてるのがめちゃくちゃびっくりして、なんか朝日のとこ来てくれるなと思ってたけど、推しになれてると思わなかったからめちゃくちゃ嬉しい何が強さに刺さったかわからないので、今度教えてくれると嬉しいです。ありがとう。はい、そしてラスト、みきちゃん、ありがとう。なんかね、最近前髪が全部ね真ん中で割れるんですよ、私のね大切な前髪が。もう物販中とか一生前髪直してるぐらいすごいね、命の前髪なんで朝日前髪がだから今回は直してるところにしました。これも前髪が割れております、悲しいいやもうほんまにね、女の子にとって前髪はねほんまに重大なことなので、前髪割れててもしょうがないんだなって思ってもらえると嬉しいです。ありがとう、今回も実感してくれてありがとう。はい、11月の26日伏見ライオンシャッター一部の席を買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ネクスト。はい、今から11月26日ライオンシアターさんでのネット席、一部のネット席買ってくださった方のお名前を読んでいきたいと思います。はい、マークパパありがとう。はい、ということでリクエストで福顔をやってね言ってた、一般の時に参った福顔をできまして、やりました。どうですか。はい、ちょっとね、結構ライブ中によくやってる顔だと思うので、ちょっと見たことある顔だなと思うんですけど、ちょっと楽しみに待っててください。これだけは自信はあるので、いつもやってる顔なので、はい、なので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、イデラのネットチェック買ってくださった皆様、ありがとうございました。それではネクスト。はい、今回も買ってくださった皆さん、ありがとうございます。それでは以上、私たちカンガリラビッツでした。ありがとうございました。